次に大島参考人をお願いいたします大島参考人皆さん,こん、えー、おはようございます、えー、立命館大学の大島と申します、えー、今日はあの意見を述べる機会をいただきまして誠にありがとうございますえー、っと私の,あの専門は、えー、技術的なことではありませんで、えー、環境経済学や環境エネルギー政策論でありますので、えー、その観点から あのお話をさせていいいたただきたいと思います私自身はあの2011年のにです、ね、コスト検証委員会、あの政府のコスト等検証委員会の委員や、総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会の委員などをさせていただいております。でまずあの今日お話しする2枚目のスライドに移っていただきまして。 えー、3点話したいというふうに考えております。1つはあの費用と費用負担についてということであります。で2つ目はです、ね、今回の、えー、対象となっております、えー、ジェスコについて、えー、お話しさせていただきたいというふうに思います。で3つ目はあの中間貯蔵施設です、ね、をめぐってさまざまな論点がございますので、えー、法案を、えー 審議するにあたってご協力ご協力ご考慮いただきたい点について、えー、お話しさせていただきたいというふうに思います。でまず三、えー、枚目のスライダーに移っていただきましてまず費用負担についてでございます。えー、私のあの環境、えー 費用の費用負担論から言いますと、一体誰があの負担するのかということによって、えー、その事業者への影響というのは大きく変わるわけです、で環境問題の、えー、に対して、さまざまな費用負担がされていますけれども、えー、基本となる原則というのは汚染者負担原則です。 でえー、今回です、ね、中間貯蔵施設の建設運転費用に関しては、一体誰が負担実質的に負担するのかというところは非常に大事なことではないかというふうに考えています。で汚染者負担原則に、えー、乗っとればです、ね、東京電力は当然ながらあの支払うべき、えー、ことであり、これは環境基本法第37条にも、えー、同じようなことが明記されています。ただです、ね、今回の、えー、政府のスキームによりますと、 原子力損害賠償支援機構法68条、これはの国費を投入するという、国費をです、ねえー、支援機構法に対して入れる、まあ支援援助、資金援助するという条項に基づきまして、政府はあの機構に対して資金交付をその分することになっています、えー、すなわちです、ね、この分、事業者に代わって国が費用を負うことになります。 そういう意味では、ここではあの国民負担になっているわけです。まあ、そもそもあの支援機構法自体が汚染者負担原則に反するような内容になっていると私自身は考えておりますが、その上ですね、今回、国費を投入するとなれば、ますますおかしな話になるのではないかというふうに考えています。 説明によるとあの、電速税の使途変更によって追加的な国民負担はないというふうに書かれていますが、これはあの汚染者負担原則からすれば筋が通らない話なので、えー、付け替えればいいという話では、えー、ないというふうに考えています、えーで。もしですね、汚染者負担原則からもし逸脱するということであれば、その理由は一体何なのかということが非常に大事な。 ことでありまして財政,財政をですね、財政出をする以上、そこが非常に大事なことになるのではないかと思っています。うんえー、あとですね、最終処分地のこれから30年以降、30年以内に県が移設するということですが、最終処分地の建設運転ないしは、もう一つは事故炉のから出てくる放射性廃棄物、これはもっと放射性が高い、放射能が高い。えー たくさん出てきますけれども、そこの最終処分地の建設運転費用の負担に当たってのですね前例になるんではないかというふうに私自身は懸念しておりますので、最初のその放射性廃棄物の処分場である、処分場というか、中間貯蔵施設である、この今回の案については、慎重なご議論をしていただければというふうに考えています。でえー 次にめくっていただきまして、えーで、汚染者負担原則に関して考えてみると、えー、損害賠償、えー、事故の、事故炉の収束、あるいは除染、除染廃棄物の処理、処分に関して、国が関与する、まあ、責任を持って対処するというのは当然な話であります。ただ、国がですね、強く関与することと、国が費用負担を行うということは、 別の問題であります当然ながら繰り返し申しますが、汚染者加害者である東京電力に費用負担責任があるのでありまして、もし仮に国が費用負担を行うのであれば、これはですね、福島原発事故を発生させた国の責任を、まあえー、認めるということになりますので、ここを明確にして、えー、それを認めた上で、費用負担を行うことを国民に対して分かりやすく、 提示すすべきではないいいかとううふうに考えています現実にはですね国の事故発生責任が明確にはならないまま国民電力消費者への費用転換が実は進んでおりまして次めくっていただきまして5ページに行っていただきますとこれは政府や東京電力の出している資料を積み上げたものでありまして私が恣意的に積み上げたものではございません。で積みみ上げてみますと 大体いい11兆を超える、えー、原発事故に、福島原発事故に関連して11兆を超える、えー、費用が、出費が、えー、出ているということになっています。ではですね、これは一体誰が負担しているのかというのが非常に問題でありまして、えー、6ページ目に、えー、行っていただきますと、えー、個別のことは今日は時間がないので、えー、差し控えさせていただきますが、 おおむね,ですね電力消費者負担か、一般、えー、支,援機構の支,援支援機構に払う、電力会社がです、ね、支援機構に対して払う負担金、一般負担金を通じて、電力消費者負担になっているか、えー、電力料金への、えー、総括減価の中に入れていくという形によって、電力消費者に負担になっているか、あるいは今回のような国民負担になっているかと。 いうようなことが非常に行われています。で、もちろん東京電力も、えー、自ら払う部分はあるわけですが、えー、それは11兆円のうちの、えー、一部にすぎません。えー、多くの部分は、えー、国民電力庁舎への負担になっておりますので、えー、そこは非常に大きく懸念しておるわけです。えー、というのは、あの、11兆円と今申し上げましたが、これはまだまだ、あの、これから膨らんでいくものです。今、現時点での、えー、 金額ですので、す、え、のー、例えだ、えー、これまでの環境問題の出費からいきますと、水、え、俣、ー、病非常に大きな公害、えー、事件で、えー、非常に悲惨なあの被害も、えー、生み出したわけですけれども、出費で言いますと2500億円規模だったんだけどね。でえーその <coughs> 今回の、えー、福島原発事故は11兆円ですので、もう桁違いに大きいわけですけれども、えー、これがですね、まだ現時点で11兆円ですので、おそらくもっと上がってくるだろうと。すでに、えぇ、ー、溶額は、えー、この時点、私があの見た時点よりもすでに上がって、えー、おります。で、えー、6ページの方の中間調度施設ですが、先ほど申し上げましたとおり、ここも国民負担になるということは、やはりですね、あのー、 少なくとも、えー、国民に非常に分かりやすく説明する必要があるのではないかというふうに考えております。で、次にですね、7ページに行きまして、費用そのものですけれども、これはあの、1.1、えー、兆円というふうに、えー、見込んでいますが、本当にこれで足りるのかということであります。えー、このの衆議院の 方の環境委員会の酒井参考人の、えー、発言を私は見ておりましたが、えー、大体1立方メートル、1粒ベーあたり、えー、10万円ぐらいかかるということですので、えー、まあ1兆、1.1兆円というのはかなり楽観的な話なんではないかというふうに私は考えておりますし、えーまあ、私はその技術的にはかりませんので、えー、その発言を見て、そのような印象を持ったということでございますけれども、ただですね、これはさらにその費用が増える可能性が、 えー、あるということだけは、えー、事実だと思いますので、その時にまたどういう費用負担をするのかということが問題になるわけです、でこの部分についても、汚染者負担原則を逸脱する可能性があるんではないかというふうに考えて、えー、おりまして、非常に懸念しているところです。 で2点目の,あのジェスコの、えー、話に移らせていただきます。えー、ジェスコである、えー、必然性、本当にあるのかというのを、えー、私は、えー、考えました。あのでえー、ジェスコは、ですね放射、今回の中間貯蔵施設に、えー、持ち込む廃棄物をです、ね、扱う専門組織としてふさわしいのかということですね。で当然ながら、えー、ジェスコに関していうと、放射性廃棄物の処分実績は、えー、ありません。で えーまあ、それはあのこれから、まあ、似ているところもあるんだということで、えー、技術的に積み上げるんだということで、だと,だとは思いますけれども、ではですね、えー、その JESCO が担当する施設の運,用運,運,転です、ね、運営管理、えー、輸送に関して、ですねどういったことをこれまでやってきたのかということを、えー、今回の参考人の陳述、えー、にあたって、えー、若干調べてみましたが、あのホームページを見る限り、 えー、その事業の業務委託を、えー、しているわけですね、民間に対しても業務委託をしていると、えー、国が、えー、そのジェスコに委託し、ジェスコが民間業務事業者に対して委託するのであれば、えー、なんかその委託するための組織のように、私には見えまして、えー、果たしてこれでですね、ジェスコを通して国が責任を負うというふうに言い切れるのかというのが、えー、私の疑問に思いました。これに関してはあのご審議の中で、えー ご議論いただければというふうに思っております。で、ちょっと一枚飛ばしまして九ページ目にい、えー、っていただきまして、えー、そのあとですね、そのジェスコがですね、えー、PCB 廃棄物施設処分施設でですね、さまざまなまあこれはあのトラブルが起こるものですので、えーえー、起こっております。で、複数の事業所で起きています。で、 今回の意見陳述にあたって簡単に調査した限りにおいては、えーまあ、5つの事業者はありますけれども、少なくとも4つはあいくつものトラブルがおこ行わ起こっておりまして、例えば北海道の、えー、県ではですね、北海道新聞の報道によると、えーその 1> 一1件に関して、どうやら室蘭市に,に報告義務があるにもかかわらず、報告しなかったというような報道がされているところです。私は事実関係は認識しておりあの、確認しておりませんので報道に、報道によっておりますが、そのような報道もされているところです。そういう意味では、あのやはりどういった施設を運用するにあたってもですね、 様々さまざまな事故トラブルというのは起こりうるし、えー、実際、あのジェスコというのはあの起こした経験もあるわけです。そのときに、一体国の責任は一体どういうふうに負うことになるのかということは、あらかじめ整理しておく必要があるんではないかと、やはりあの中間貯蔵施設の建設にあたって、やはり住民のです、ねえー、懸念、住民の皆様の懸念というのが非常に大きいところでありますので、えー、搬入路の 搬入路も含めて、えーどう、どういったトラブルが起こりうるのか、えー、起こった場合にどう責任を取るのかということについて、えー、整理し、まあ、必要であれば新たな制度を作る必要があるのではない で、えぇ、ー、さ資料を読ませていただきましたが、やはりトラブルの内容なども、あの、ポジティブな面と、えー、ネガティブな面、全面的にいろんなものを精査した上で、えー、その、本当にジェスコがふさわしいのかどうかということも、えー、検討する必要があるのではないかというふうに考えておりまして、えー、ちょっと一枚戻っていただきまして、8-2というふうに書いておりますけれども、やはりあの、 福島原発事故というのは、先ほど申し上げましたとおりあの、出費の面であってもです、ね、の面に限っていっても、非常に巨大なあの被害といいますかあの、費用を発生させておりますし、さまざまな対策が必要なわけです。えー、そのの意味では、えー、今回の 法案,も法案に出てくるジェスコの法の改正ということだけでは十分に対応できないんではないかと、むしろその、えー、福島第一原発事故に対応する、次派ぎ次はぎではなくて、ですね、福島第一原発事故に対する抜本的な法律、法整備。 というのが必要なんではないかと私自身は常々思っているところであります。もちろん、あの、復興庁にもありますけれども、例えばですね、これは単なる例ですけれども、えー、福島原発事故賠償復興機関というようなものを、えー、様々、えー、環境省や経産省、あるいは復興庁に分散している福島原発事故に関連する様々な、えー、機能ですね、えー、そういった統一した機関に集中させて、損害賠償や えー、復興に当たると今回の中間貯蔵施設の建設においても、えー、賠償問題と絡む部分はやっぱり多いわけですね。ですので、賠償と復興を統一的に行うような機関をやはり整備していただく必要があるんじゃないかと、これは新しい法律が制定されなければならないので、えー、やはり国会でご議,ご議論いただければというふうに強くあの願っているところです。でえー これはあのここの例で、えー、出させていただいたのは、私があの、えー、座長代理を務めます原子力市民会というところで、えー、原発ゼロ社会の道というものを、えー、書いておりまして、ここで、ですねあの、えー、これは原発ゼロ社会を目指すというものですが、この中に、とはいえ、福島原発事故にどのようなあの対策をしなければならないのかというのを、専門家ですね、えー、弁護士や技術者も含めて、えー、専門家が 取りまとめたものでありますのでここの案を申し述べさせていただきましたで最後に地域社会への関与にあの、えー、3点目です中間調毒施設をめぐる論点についていくつか申し述べさせていただきますでそのうちまず1点目は地域社会への関与です、えー、ジェスコの PCB 処理施設が立地している自治体を調べましたところ、えー、私があの短期間でしたので全部見られて 見,見られなかったんですけれども、えー、複数の自治体で、えー、ここに書かれておりますような委員会を設置して、えー、定期的に議論を行っているようであります。えー、と,言いますということは、あのここの、えー、今回の中間貯蔵施設の建設にあたって、重要なことはです、ね、住民参加をいかに確保するかと。 でそ,れにたそ,うそういうことによって、住民の不安や、ですね本当の,あの潜在的な危険を回避できるんではないかというふうに考えております。えー、やはりですね、<coughs> 中間貯蔵施設の建設、運用に関して、えー、意思決定プロセスを透明化、住民参加をする必要があるんではないかと。これは株式会社ですので、なかなかその,、えー、その住民参加というのが、えー、制度的に保障されないものですので、ここについては、 えー、なんとかあ住民参加ができるような仕組みというのを、えー、入れ込むべきではないかというふうに考えて、えー、いるところでありますで2つ目はです、ね、中間貯蔵施設の予定地についてでありますが、えー、土地の所有権の扱いをどうするかということが今非常に大変問題になっています、えー、売りたい人売りたくない人、えー、いますが特に売りたくない人というのはとりわけ、えー、その土地に愛着を持っている人で ありますこの人たちの気持ちというのは非常に重視しなければいけないわけですね、でそういう意味では、あのここで一体その、本当の意味でもし売ってしまうということは、ですね本当の意味でそのふるさとを喪失するということでもあるわけです、ですので、う売るということに関して、ただ処分地を確保するということではなくって、ふるさとを喪失するための賠償なんだという位置づけを。 与えるべきなんじゃないかというふうに考えているところであります。そういう意味ではですね、丁寧な取り組みが必要だというふうに考えています。で、今土地の賠償にあた、買収に買収や交渉にあたっては個別で交渉しているというようなケースが、えー、説明されていますけれども、やはりですね、その知見者 町と、まあ、町の間で例えば契約を結んだりして、えー、その町,との町と国があの、えーそのえー、交渉するとかさまざ、あ、まなスキームもありうるので単に個別で、えー、説得するということではなくてよりその地域全体としてどうするのかという丁寧なあの、えー、説明が必要なんではないかという,ふうに考えていますであとその30年後の土地の扱いですね これはですね、あの現状回復措置をどうしていくのかということも、展望に置きながら考えないといけない問題だと思います。これは費用と費用負担とも、えー、関わるところですで。12ページの方に向かっていた、えー、っていただいて、もうあの短いですので、えー、飛ばさせていただきますが、あのえー、中間調査在設の予定値についてですが、あの 今はですね、国はですね、あの、土地は無価値であると、全損評価したので、無価値であると、あ賠償した無価値であるというふうに説明していますが、ただこれは買い上げではないので、この説明はやはりおかしいというふうに考えています。で、つまりですね、所有権は残っているので、えー、東電が全賠償、全損賠償したところで無価値になったとは言えないわけです。で、一方ですね、これからその、県外最終処分をするのであれば、土地の価値っていうのは回復していく。 長期的には回復していくんではないかと。なので、無価値なものに対して対価を払っているという感覚ではなくて、えー、これから価値が戻っていくものなんだということで、えー、もう一度考え直す必要があるんではないかと。で今回あの、詳しく述べませんし、述べられませんが、後の扱いなどもこれから、えー、検討すべき課題ではないかというふうに思っています。で13ページ目ですが、 県外最終処分ですこれはあのと、えー、中間貯蔵施設建設にあたって非常にあの重要な点だと思いますけれども、これを一体どのように担保するのかということと、えー、その搬出後、えー県、県外搬出後に鳩地をどうするのかということですね、あの搬出後、返すということであれば、地権者はその後を考えるのは当然でありまして、契約の内容に関わるわけですね。そういううういい意味ではあのどういうふうに 返してもらえるのか、その跡地はどうするのかということも、えー、丁寧に議論すべきことだというふうに思っています、で14ページ目ですが、最後になりますけれども、えー、環境影響については、地、え、権、ー、者への説明だけではなくて、搬入路ですね、搬入路への、反入路周辺の、えー、住民の人たちにも、と、えー、りわけあの影響が及ぶ可能性がありますので、説明し、また環境影響も評価するべきではないかと。 いうふうふに考えております。まとめは省略させていただきますが、今申し述べてさせていただいたとおりです、15ページをご覧いただければと思います。以上、簡単でございましたが、意見とさせていただきます。どううもありがとうございます。